ジョセフ・エネオジョ・アクパラは、ナイジェリア・ジョス出身の同国代表サッカー選手。FC ディナモブ・カレスと所属。ポジションは FW。アクパラは、2002年までの5年間ペプシフットボール、アカデミーに在籍し、ミケル・ジョン・オビや、ソガ・サンボラと共にプレーした。2003年にベンデル・ユナイテッド FC のユースに移籍し、その後プロ契約を初めて結んだ。 2005年にベンデル・インシュアランス FC へ移籍し、同年に19試合13得点を挙げ、ナイジェリアプレミアリーグ得点王に輝いた。2006年1月にベルギージュピーラーリーグのシャルル・ロア・ SC へ移籍し、2007から08シーズンに18得点を挙げ得点王を獲得。この活躍から翌2008から09シーズンにヤン・ブレーデル・スタディオンをホームとする。 同リーグの強豪クルブブルフヘキロボルトへ移籍することになった。加入1年目は2シーズン連続で、得点王に輝くことはできなかったものの、チーム最多の15得点を挙げハイメアルフォンソルイス、トムデステル、ディウメルシムボカニに次ぐ得点ランク4位に入った。翌シーズンはカメルーン代表ストライカーのドルジュクエマーが加入したことによりレギュラーの座を脅かされたが、彼は9得点、自身は、 デスレーソンクと共に7得点を挙げた。2011から12シーズンに15得点を挙げ、移籍金200万ユーロを用意したウエストハムユナイテッド FC やセルティック FC が争奪戦を繰り広げていたが、8月22日にベルダーブレーメンと4年契約を結んだ。9月1日、ホームでの第2節ハンブルガー SV 戦でデビューしにから、レーで勝利した。 2013年9月3日、スユペルリュグのカルデミル・カラビュックスポルへシーズンローンとなることが発表された。公式戦、合計14試合6得点を記録したが、年内最終戦となるスイバススポル戦でアキレス腱を負傷し途中交代。シーズンを棒に振るものの、2014年8月11日に完全遺跡へ移行し3年契約を締結した。 2015年7月7日、ヒロボルト・オーステンデー3年契約で移籍し、再び、ベルギーでプレーする。2018年8月23日、サウジプロフェッショナルリーグのあるファイサリー・ハルマへ移籍。公式戦、合計14試合5得点を記録したが、翌年2月に、サウジアラビアを去った。2019年11月18日、オーステンデー、シーズン終了までの契約で復帰。 ハムストリングの負傷も影響し、公式戦、合計7試合1得点に止まり、シーズンを終えると契約満了により退団した。2021年4月7日、リーガーアイの FC リナモブカレストに、シーズン末までの契約で加入した。2005年から2007年の間に、サムソンシアシア監督率いる U-20 ナイジェリア、代表でプレー。2008年9月6日、 2010 FIFA ワールドカップアフリカ予選の南アフリカ戦で80分にイケチュクウチェと交代で A 代表デビューを果たした。その後、不規則ながら招集されていたもののアフリカネーションズカップ2010のメンバー入りはならず 2010FIFA ワールドカップでは直前にイギリスで行われたトレーニングキャンプへラーシュラー・ゲルベック監督に選ばれたが聖オロフィンジャナ イケチュクーチェ、ピーターウタカと共に最終メンバーから落選した。ありがとうございます。